レフトへ浅めのフライですが、どうするか。タッチアップスタートを切っていく。ボールが返ってきた。タッチアウト。すごいカットプレーだ。素晴らしいわ今の。ここはドラゴンズの中継プレー、見事でした。ライトに上がった打球、ライト追いかけていってファールグラウンド通りました。セカンドランナーはタッチアップ、三塁に向かってきました。フェンス際は難しいところでしたけども、ファールがよく取りました。最後取ってフェンスにぶつかったと思いますけども、はい、そうですね。左中間の当たりはレフトが追いかけていって、取ったが取った。レフト萩尾ビッグプレイ。ボール最後こぼしませんでした。はい、ナイスプレーですよね。ちょっと上がりすぎたかなと思ったんですが、結構間の位置いいところに飛びましたもんね。はい、この後ちょっとボールがでかかったんです。あ、出てるんです。出てる。さあ引っ張った。あっと、これだ。佐藤圭介のファインプレイ。フットタイミングですね。フットタイミングですね。ジャンプのタイミングがちゃんと。ちょっとでもずれたらダメ。ずれたらちょっとダメですけど。キャッチャー。フットシールドの竹を抱いた。取りました。このジャンプ。すごいジャンプですね。やや先っぽなんで、はい、あの芯ではない。三遊間抜けない。サードが田中康介掴んだ。一塁もアウトです。今のも芯じゃないので打球がやっぱり落ちちゃうんでね、はい、間に合ってしまいますね、はい、ある芯だと僕だけ早いもう、ね、もう抜けてますね。セカンド待ちきれないですね。先っぽなんです。そうなんですね。ああこの辺はベテランの田中コー、ライト上がりました。下がっていきます。下がっていきます。ヨーカーの一発が取ってる。入った。取った。取りました、ね、取りました。ファインプレイ。なんとこういう形のゲーム終了。クリアレン去年8月22日ここまで行って、はい、入ってました。タイムよくジャンプ、はいね、はい、打っています。そしてサードをここにいた強打、低めギリギリで取っています。ライナーでした。若干というかあらかじめ内野は右に守っていましたが、そこに飛んでいきました。外からのボール中間に運んだ。ライトセンターともに寄って、どうだ。センター追いつきました。梶原ローリングゾーン、最後は着弾点一直線というところ。風はご覧の2メートルゾゾマリンです。バッティングどうご覧になりますか。音ちょっと悪かったね。入る前なんですが、ここはともすぎ抜けていく。セカンドは追いついた。一塁ギリギリアウトです。ここはよくバックアップ巻きました。ワンアウトです。交流戦入る前というのはホークス、ファイターズ、マリーンズ、バファローズ、イーグルス、ライオンズのジャイアンツ。ゲーム差でいうとマリーンズとイーグルスは7ゲーム離れています。これが2ゲーム、5ゲーム今縮められてるんですね。そういうことですね。5バットの先があった。回転かかっている。どっちが取る。山本取った。ポランコ一生懸命走りましたがアウトです。すでにバットの先という感じの当たりでした。今のこれは、ね、三遊間のもの深いところ、どうだ。一塁セーフ。先頭ともすぎ内野安打で出塁。森もさすがな、深いところからの肩は強いんでね。いや、森のプレーも完璧でしたけどね。そうですね。これ以上ない。もう少し楽にセーフになるかなと思ったら、もう本当ギリギリのタイミングでした。打ってショート強い打球だ。ランナー戻れない。
スリーアウト。これはある程度守備位置はまあ確認してるとは思うんですけど、思わずやっぱり打球で出てしまったって低い打球だったんで、あのリリーフ、まあ、どういう風に出していくか、はい、中野取って一塁に送る、ファインプレー。こういう守りも出てきます ね、 そうですね、はい、素晴らしいプレーです。まあ、あのこの4点がなんか全ていい方向に向かっていってるという感じがしますね。レフト島田がボールを取ってランナー3番切る、止めた止めた、いいボール返ってきました。レフト島田、浅いフライでした。今の言っていたらアウトですね。センターの前、下元突っ込んで取ります。今日は胸のフットセの打球2本あるんですよ ね、 ね、ちょっといい当たり、ね、バッターボックス今度は7番の佐藤、これバット詰まりながらレフトの前に落ちません。山崎前進してきてナイスプレイ、レフトフライに割っています。ツーアウト。キャッチャー